足から健康足神様、LINE 登録、それからね YouTube の登録とかね、よろしくチャンネルお願いします。登録してください。ですね、今日はね、なんていうんかな、ちょっと実験というか、皆さん女性はね、いろんな靴であったりとか、ね、ヒールであったりとか履いてますけども、実際履いてみてどうなるんかなっていうのをちょっとやってみたいんですけどね。僕がこの間 Amazon で買いました、お気に入りのヒールなんですけどね、ちょっと見てもらいましょうか。これなんです。かわいいでしょこれ。こうか、こう、こう、こうなっちゃいますね、こうね。でね、これね、僕赤頼んだんですよ。ピンク来ました。まあね、どっちでもいいんですけどね、って感じでちょっと履いてみますんでね。まずこれサイズ、足神様用です。これ26。足神様ね、割とね、足ね、細いんですよね、幅がね、で26なんですね。ね、まあこれをね履いてね、まあ実際僕がどう歩けるか、それからどの辺がどういいのか悪いのかっていうのをね、ちょっとねお話ししてもらいます。ここにはつけませんのでね、ちゃんと履きますからね。ということでやっていきます。はい、ではね、実際履いていきますけども ね初めて履くんですけどもね、まあまあちょっとね、これ履くだけで足つるな、これ。いったね、え、僕足には自信あるんですけどね、綺麗ですよ足。でもね、赤頼んだんやけどな、なんでピンクなの。じゃあ今から立ちます。おっと、怖っ。ほい、いった。歩くの、外人さんはこうやね、こうやったら、うわ、怖っ、無理。じゃあちょっと後ろね、あ、なんか右が全然、ここにこんなんできるし、ここ真っ赤やし。はい、ねまあきつい。ようこんなんでね歩いてると思いました。こんな、これ、ここ何ていうのこれ、ヒーここ、ここ何ていうのこれ、ヒールこれか。これは何、棒。ここがもうね、しんどい、不安定、揺れるね、親指ちょっと脱ぎましょうか。ちょっと見てもらった、赤いでしょ、ここ、ここ、真ん中、それ豆できますわ、ここ。ね、で、もう不安定めっちゃ。ね、で、特にね、やっぱね、ここで歩くって練習した方がいいですわ、皆さん。ここ、足首からここで歩く。ちょっとね、つま先したら、それはこないなりますもん。ね、そやからちゃんと歩き方っていうのを練習するっていう方がいいですね、ヒールはね。まあ無理。もうね、今でもここなんか10分も履いてへんけど、めっちゃここ痛いし、よう女性がねこれ履いてるなと思いましたね。まあ慣れもあるのかなと思うねんけど、で僕はもうちょっと無理でしたね、だから今日よく分かったんですけど、やっぱ患者さんにね説明するときに、どうしてもまあ、自分履いたことなかったんで、どこが痛いとかどこが悪いとかっていうのはね、なかなか、まあ、妄想で話したわけだけど、今回よく分かりました。これでね、もっとどんどん外反母趾とかも、当然爪もギューってなりますから痛いですからね、よく分かったんでね、これをね、まあ、実際今度は患者さんに入って、患者さんに履きながら説明していきたいなと思いますね。これはすごく良かったですね。また別なまた履こうと思ってますからね、その時はね、今度は何しようかな、サンダルとかね、いいんちゃうかなと思ってますね、夏のね。そういうのちょっとやっていきますのでね、またよろしくお願いいたします。じゃあですね、まあねヒール履いてこんなんかぶってますけど、普段はね、かぶってませんのでね、ちゃんとね、またうちホームページが
3つあります。外反母趾、巻き爪、それから整体の方もありますからね。またそういうのでいっぺんね、調べてもらって、うちにね電話いただいて、どんなことしてるのとか、どういうふうな治療なのとか、そういうのも聞いてもらって構いませんのでね、僕と喋るってだけでも構いませんから、来てくださいね。ではよろしくお願いいたします。